J リーガー1分紹介。はい、どうもヒデです。今回紹介するのは東京ヴェルディの宮原和也選手です。宮原選手はサンフレッチェ広島のジュニアユース出身の選手で、2010年の時にはクラブユース選手権3位進出に貢献、高校2年の時にはセンターバックにコンバートされレギュラーをつかみ、2012年の高円宮杯プレミア制覇に貢献、アンダー16の日本代表にも選出されキャプテンを務めました。そして2013年にトップチームに登録されるも出場はありませんでした。翌年には正式的にトップチームに昇格。昇格当初はボランチとして考えられていたのですが、3バックの一角として出場機会を得ました。2016年はファーストステージではボランチとして出場機会を増やしたが、セカンドステージにはポジションを奪われてしまい、名古屋グランパスでレンタル移籍します。開幕から3バックの一角としてレギュラーに定着し、シーズン終了後レンタルの期間を1年延長し、2018年も昨年と同様主力として活躍し、2019年には名古屋グランパスで完全移籍しました。2019年は主力として活躍し、リーグ戦31試合出場し4ゴールを記録。翌年はコロナウイルスの影響や怪我の影響もあり、リーグ戦の出場はわずか5試合のみとなってしまいました。そして今シーズンから東京ヴェルディへ完全移籍。今シーズンは右サイドバックとして11試合に出場しています。そんな宮原選手の特徴は、状況判断が早くパスをさばくのが非常に上手い選手です。それに対人守備も非常に強い選手です。そんな宮原選手の今後の活躍に注目です。以上。